まあ、皆さんご存知だと思うんですけど、馬は軽車両になってます。はい、軽車両、自転車扱いなんで、はい、運転さえ片付ければ免許もなく中におります。はい、はい、自転車は運転しないですけどね。自転車運転しないから楽なんですけどね。これは種類は何ですか。馬クォーターホースです。全部クォーター。はい。おお、そうですか。純血のクォーター。純血ですね。一応血統書はあるんで。わ、すごいですね。はい、ラッキーちゃんね、前半ちょっとイケイケなんですけど、そのイケイケ感がなくなったらだいぶサボり出してるんで。あ、そうですか。このままがいいと思います。あ、なるほど。キングはね、ちょっとムチをうまくこう、はい、使っていくと、はい、なんかね、蹴られたことをなかったことにしようとしたりするんで。頭いい。蹴ったよっていう感じでこう、蹴られたことをなかったことに。無効化。真冬氷点下、もっと海綺麗です。もうエメラルドグリーンに雪山が浮かんでる感じの景色になるんですけども。まあもちろんその時はここはもう全部雪下は。そうです。この辺の高さ歩いてる感じですね。2月になると。道草もなく非常に気楽に乗れるんですけど。うちも9割近く初めての方ばっかりなんですよ。初めての方なんですけど。もうだから初心者の人、初めて馬またがってそのまま会場。そうですそうです。っていうことですね。そうですそうです。ああ、なるほど、はい、なるほど。さあこれ丸い葉っぱ、これ吹きです。へえ、本当だ、吹きだ。北海道にコロポックルがいます。ああ、アイヌ語で吹きの下の人っていう意味なんですけど、吹きの妖精がいますんで、たまに見つける方がいるんで、はい、踏まないように。心が綺麗な方たまに見つけるんで、私はまだ見つけたことがないんですけど。ああ、いた。ああ、いた。いましたか。おなさんが大阪ですよ。よかった、俺ダメの前で。鹿さんが一番後だったね。そうですね。残念ながら結構ね、旅行で来られてる男性チームが結構見つけます。なんかね、前の日どうもだいぶすすきので心を洗ってくるらしいんですけども、はい、身も心も清めてから来るんですね。はい、あ、なるほど。プロボックルもなんかね、おじさんなんで。はい、あ、小さいおじさんのことですか。小さいおじさんって言うんですよね。小さいおじさん。で昨日と比べてもね、全然色が違うんで、もうすごいスピードで紅葉が進んでますね。ほら、いいや。それね、ハエなんですね。はい、ですね。そっか、もちろん普段乗ってもサラブレッドですもんね。まあ、はい、そうですね。もうね、全く別の生き物かもしれない。この子たちは。はい。しばらくこの、こういう山道をずっとこう登っていく感じなんですか。もうずっと山道です。ああ、ずっと登ってて、はい、で上の方行くとね、ちょっと急になったり足悪くなったりするんで。何が足悪くなったり、足悪くなったりするんで、はい、まあちょっと林するならこの辺だったりするんですけど。ああ、じゃあ大丈夫ですか。はい、足ちょっと入れます。ちょっと行きますか。キングがするかどうかなんですけどね。おっと、キング、キング頑張るぞ。林行きます。はい、やってますかね。やってます、やってます。頑張ってます。頑張れ。おそらくみんなね、冬以来の林なんで、ガッタガタだと思うんですけど。あれもちょっと乗り心地いいかもしれないですね。あ、これ全然いいですよ。7月3日に熊出ますね。そう、ちょっと素敵な看板の横を見せてます。7月3日ですね。はい。よしね、もうちょっと行きますか。で、ちょっとね、足場避けるのにちょっとぐにゃぐにゃ行きますんで、はい、後ろついてきてください。
ング一応頑張ってますね。頑張ってますか、はい、偉いぞ偉いぞ偉いぞ。ただあんまり褒めて伸びるタイプじゃないんで、あ、いいよ。俺はね、スパルタでいいと思います。スパルタで行こうじゃん、はい、行くよ。あとまだちょっと猫をかぶってるんで、あ、そうなんだ。ちょっとしたら厳しい人かもしれないということで、うん、まだ様子を伺ってるんですけども。馬だけど、馬、はい、馬だけど猫かぶってるね。途中でサボれた後、真面目に頑張った前半後悔する感じになるんで。なるほど、頭いいな。結構このソーシャルディスタンスこいつない感じですけど、こういう感じで、こういう感じで行くんですよ。こういう感じで、はい、そうなんですよ。実はこれもう肛門に入りそうなんだけど、鼻が入っちゃっててください。大丈夫なの、すごい。こういう感じが、これは正解なんですね。それが正解なんですよ、ね、これが正解なんですね。ちょっとうんこしてます。うんちの方にだけ向けといてください。横に並ぶとあれが全部膝の辺で。そうなんだよね、横に出すともうグッと行くことするから。そう、横に行った方がね、なんかね、前の方があっち系こっち系始まるんで、あのお尻に突っ込んじゃってて、突っ込んじゃってていいんですね。なんなら顎がちょっとお尻に乗っかっちゃってるぐらいが。あ、はい、なるほど。これあの競馬場だとそのまま乗っかっていくんで、本当に乗ります。あとは蹴られるか。蹴られる。そうですよね。なかなか僕たち的にはこれ危険な距離ですね。そうなんですよね。結構急だな。結構急ですね、頑張れキング。この鈴は熊よけですよね、完全に。そうです、そうです、はい。これ熊遭遇したことあります？二十数年やってて一回だけ見たことあります。おお、ちょっとなんか小熊がちょっとこう走り去って逃げてったんですけども。あ、なるほど。もう見れたら超絶ラッキーなレベル。あ、まあ、見ない方がいいに通行したことはない。そうですね、向こうも多分ね、この中に登場する根性も度胸もない。あ、まあですよね、です、はい。あとさすがにこんだけぼーっとしてても近くにクマがいると分かるんで。あ、なるほど。クマが先に何回か全く前に何やっても知らなくなったことがあるんで、それはちょっといたのかなっていう気がしますけど。か、小さいおじさんが、小さいおじさんでそんなに警戒するかなって気がする。さあ、こっからあの道幅が狭くなるんじゃなくて、ごちそうが捕まりますんで。なるほど。キングもここまで急いできてるだけって話があるんで。なるほど。ここを目的に。そうです、目的地、目的地しちゃった。で、この中でダントツでキングがちょっと頭が良くて、いろんな作戦を今練ってるはずなんで。なるほど、キング楽しみだな。それはチカさんが試されるな。チカさんも賢いですからね。怖いことで、多分ね、あんまり手綱持っちゃうとね、休憩ってサボり出すんで、ちょっと緩めといた方がいいかもしれないですけど。うちらで一番賢いのはチカさんだから。怖い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 。なんだろ、この辺り。うちらの代表と馬の代表の。そうだな。怖い怖い。知恵比べですね。そうだな。ただ空気は読むんで。空気は空気は読む。いい感じでプレッシャーがかかってれば絶対サボらないんで。全く一緒だな。俺らの代表と。そうですね。俺らの代表って。いい勝負が見れそうですね。そうだな。怖い怖い。さあ、このね、モミジがね、何色に紅葉するかでだいぶこの辺の景色がこれから変わるんですけど、ちょっと赤くなりそうですね。これちょっと赤くなりそうですね。ですね、綺麗。あっちの奥はすごい赤くなってる。実は紅葉ってこうね、赤も大事なんですけど、いろんな黄色で立体感が出るんで、やっぱ有名なとこはやっぱり黄色がすごいですね。まあ、来週か再来週ぐらいがちょっと見頃かなっていう。で、1週間ぐらいですか。そうです、ね、1週間持たない、1週間ぐらい。結構ね、時間差なんですよ、この山は。もっとね、一斉に紅葉してくれるとパッと見応えあるんですけど、はいはいはい、見応えがあれですよね、はい、ただまあ、それぞれこう、紅葉していくんで、まあでも1週間ぐらいですかね、見頃を。短いですね、やっぱり今のところ、キングといい勝負。あんまりあの褒めて伸びるタイプではないんで、最後までスパルタでお願いしたいと思います。鍋と一緒だな。いや、僕褒めた方がいいですよ。鍋さんは伸びる、褒めると伸びるタイプ。ね、やっぱね、我々は褒めてほしいですよね。伸びないかもしれないですけど。まあ、そうですね、はい、調子に乗るだけっていう、はい。熊以外は何か出てくるんですか？一番最近よく会うのはあのリスです。リス、エゾリス、シマリス両方いて、エゾリスは冬眠しないんで、今もうすごい忙しくしてるんで、結構会うチャンスあります。ああ、そうだね。あとまでキツネ、タヌキ、鹿、
下はもう何年かに1回なんですけど、今年も終わっちゃったんで、多分しばらく会わないと思います。これお客さんは、はい、道内だけじゃなくて道外からも、もうほとんど道外です。会場は、はい、どうですか、どういった年齢層の方は。年齢層も様々ですね。ご家族、うん、あとはまあ20代のカップル、あ、カップル、ご夫婦、あ、あと女性同士の友達、全種類ってことだから何もほとんどあれなんですよ、全く馬のこと知らない人が旅行のパンフレットを見て、はあ、あ、乗れそうだから行ってみようって感じ。なるほど。でも、はるかさん、はるかさん場所がいいよね。そう、ちょうどね、札幌ドーダルの中間ぐらいですね。そうそう、どっちからでも近いし、はあ、ということで、あんまりこう説明もせず山に連れてこなきゃいけないんで、はい、このディスタンスが重要になっていく。あ、はい、あ、ここで真っ直ぐにちょっと帰っちゃうんで、はい、こっち行きます。そーっと帰っていこうとすることがあるんで、うん、そーっと帰って、はい、道覚えてますからね。これでちょっとね、馬のモチベーションが下がりだすし、長いコース確定しましたんで。なるほど、帰れないのかみたいな、うん、川の音ってね、ちょっと川で渡ります。これから川の音がしますね。で、帰りに水飲み休憩取るんで、うん、馬も分かってます。行きはスルーしますんで、頭下げたら帰りでって引っ張り上げてですね。渡るとこは取るかな。はいはい。なんかこう乗馬チャンネルみたいなやつ。あ、そうです。YouTube で。はい。日本全国の代表の、はい、様子を。馬のチャンネルって強いですね。そう。それは少ないから。ちょっとリサーチしてチカさんのばっかり問題児ってこと。そうね、こればっかり問題がだからあれじゃないですか。でもパッと見この3人で一番乗れそうなのがチカさんっていう。なるほど。はい、このないでしょ。チカさんの判断、金持ってて、そうですね、違いますでしょ。できそうな感じ、違います、判断だから。ああ、そういうことか、うん、違うと思いますよ。試されてる、逆は誰なんだろう。逆そうなる。1位、3位、今1位決まりましたから。1位は決まったから。結構登ってきたんじゃないですか。結構登ってきた。もう隣山のてっぺんまで来ましたんで。お、なんか開けてきた先が。あ、本当だ。ソーラーパネル見えちゃいます、うん、そう、去年の秋にね、ソーラーパネル買っちゃったんですよ。ちょっと不思議な景観になっちゃってます。あ、なんか綺麗、開けた。農家の方もだいぶご高齢な、昔若い、もう10年ぐらい前は全部一面いろいろなんかやってたんですけど。へー、わー、すごい綺麗。なんだろう、開けましたね。開けましたね。で、今年の8月はね、これの匂いがすごかったです。これカエデの仲間なんですけど。匂い？もうね、ホットケーキが欲しくなるぐらい。え？もうメープル。メープル。はい、メープル。おお。8月はね、すごい甘い香りでが出ましたね。今は。うん。あとはどんな色に紅葉してくれるかですね。ちょっと黄色みがかってます、ね。そうですね。まだね、意外とがっつり冷え込んでないので、うん、急激に冷え込むとちょっとなんか赤くなりやすかったりするような気がします。さあ、石狩山が右に見えてきますんで、はい、綺麗だな、ここ。ちょっと絶景ポイントここです。お、お、開けた。おもうソーラーがもうなんか発電所レベルなんですよね。すごい。はい、本当にすごい。おお。
すごい。で目の前もだいぶ収穫終わってますけど、キャベツですね。側見てですね、はい、いや私マスクにカメムシついてたんですね。こう触った瞬間にマスクカメムシ、ね、マスクにカメムシはやばいっすね。ちょっときついっすね。やばいオプションですね、はい、一番出会っちゃいけない。そうですね、はい、鍋だろう。お前だろう。やったの。仕込んだのなかなかマスクにカメムシ仕込むって鬼ですよね。結構な打ちないとできない。ああ、そっか。チコさんのブーツ、それ外で見るとカーキなんですね。そうなんですよ。中で見てたらちょっとグレーな。あ、そう、グレーシュなんですけど、外で見るとカーキですね。そりゃいい色だ。ありがとうございます。おー、バックスキンなんですか？バックスキンです。あ、前だけリザートなんだっけ。違う、なかなか私物でウエスタンブーツ持ってる人いないんじゃないか。あ、でも一時期すごいファッションとして流行って、だから3足ぐらい持ってます。3足？前は5足持ってましたけど。シカさんサイズいくつの？3か 3.5。 あ、じゃあ無理だわ。え、今もらおうかな。残念でした。なぜ誰かが落ちるっていうのが一番も取れたかった。なるほどですね。これが欲しいとか欲しい。それはクラブさん的には一番いらそうなんですよ。ちょっとコンプライアンス的にちょっとそれはっていう感じですかね。これタラですね。天ぷらで食べるタラの目がでかくなってますね。あ、タラ？はい。で、トゲトゲの木にこう、基本的に秋はこのトゲトゲの一本棒なんですけど、先っちょからこうタラの根が出てきて、それが上でこう木になっていくんですよ。へぇ、あ、これがでかくなったやつ。あ、そうだね、はい、このイボイボがすごいもんね。そう、トゲがすごいんですよね。あ、さあ、ちょっとこっちも景色がいいんで、はい、おお、まあソーラーですけど、ソーラーでも音が出なくなっちゃったんで、向こうにコースを作ったんですけど、ここ行けたんですか？ここで降りて行けたんですよ。あ、なるほど。もったいない。残念だね。一番左端はね、奥湯岬ですね。何岬？奥湯岬。奥湯岬。奥湯。奥湯。で、石狩屋の端っこはね、もうちょっと右の方にあります。おお。低めで濃い端っこがあるんですけど。ここは。一回ちょっと引っ込んで、こうまたさらに下が見えてるって感じです、ね。この中ではね、ラッキーちゃんが一番若いですね。まあ、人間でいうと、まあ、アラサーの女の子って感じなんですけど、なるほど。ちょっとだけ面倒くさいタイプ。ちかさんと同じぐらい。あ、面倒くさいタイプ？ちょっとなんかね、日によってちょっと機嫌が違ったりとか。いいよな、女性のモテる人はいいよな、そういうこと知ってるからな。全然わかんない、こっちはね。30過ぎぐらいのな。だいぶでも色は本当変わってきてるよね。ですね、本当、あと1週間もしたら本当に綺麗になりそうな。川だからまた帰りちょっとね、水飲み休憩取りましょうか。はい、ちょっとじゃあ右横にこう並んでいく感じで、はい、飲ませましょうか。水どうぞ。キーちゃんは入ってるとこで飲ませてあげてください。おいしい。ラッキーちゃんね、甘の弱なんで
みんなが飲みます。今日しかも飲みます。うん。促してやれば。だけどみんなが飲みます。帰る頃なんか飲みます。綺麗な水。鮭いないですか鮭。ここねイワナが上がってきますね産卵で。なんかピョンピョンピョンと跳ねる時があるんで。あとここ広いんで。すごい近いですよ。あ、お尻つきましたね。つきました。ちょっと弱いの。こっちの方がいいね。どこ咲く？どこ咲く？みんな眠たそうだ。みんな眠いね。いいよ。そうだ。まあでもちょっとね、早するかなと思って、これでもなんか元気のいい子連れてきたんですよ。うん、本当。向こうのチームはもうみんな年寄りで。ああ、そうなんだ。あんまりアクティブには外出しないんですね、好きだね。もうね、8割初めての方なんですよ。ああ、そっか。そうなんですよ。だからもう、駆け足でバンバン走るのばっかりなんで。そうですよね。そんな感じだったんで。あ、なんか。なんだよ、結構ね、石狩の方行くとね、そういうとこあります、ね、はいはい。いや、こういうとこ、でも紅葉が今日綺麗だもんね。はい、うん、本当だいぶ色づいてきて、うん、冬は結構ね、乗れる人ばっかり集まったらガンガン来たりしますね。あ、本当だ。冬の方が行ける。行けます。道がもうまあ横に並ぶことすらできなくなるんで、はあはあ、こういう人からなくなるんで、うん、よし行こう行こう。初心者だったらこれで全然大丈夫、乗れるよね。うん、そうなんですよね。上がってもいいんだもんね。なんか上で違う仕事できる。違う仕事できる。メール打ったりできる。パソコン持ってきて。帰ってその方が安全かもしれない。だから初めての方にもできるだけ首からスマホ持たせて、あ、早いうち写真撮ってもらうんですよ。そう、子供がなんかでこう、あ、ずっとこう乗るのに集中するといつまた怖いんで。ああ、なるほど。だけどこの自分で乗った感あるよね。ここずっと歩いてる。だと思います。こう結構距離もまあまあなんで。うん。うん。初めて乗る方にとって、まあ、入り口としては、うん、いやいやもう十分ですよ。うん、嫌な、大体嫌な思いしてやめてやっちゃう人が多いから、ね、うん、本当ですよね。小学校はね、4年生ぐらいからも大人と同じ感じで行きます。昨日上は78歳の方乗りました。おー、すごい、はい。だやっぱり一方でこう明らかに走ったりしたいなっていう人の期待に希望に応えられないっていうのも、あ、そっちはね、あります。はいはい。だけどお客さんに合わせるのはね、まあ一番だもんね。はい。うん、まあ綺麗。あ、ここもうちょっとじゃあね。紅葉スポット。さっと綺麗になりそうですね。そうなんですよね。もうでもこのぐらいは好きだけどね。うん、緑が残って。綺麗ですよね。うん、でも、ちかさんのが綺麗ですよ。ありがとうございます。なぜ笑うでしょう。なぜ笑ったんでしょう。鍋が、今、うん、見焼き。そして、これ何だか分かりますか。この辺にごちゃっとなってるこの緑色の実ですね。なんだ、何でしょう。何でしょう。なんだろう。いちご。いちごじゃないです。違う。何でしょう。皆さんが大好きなものに関係があるかもしれない。大好きなもの。大好きな。ホップ。そうです。ホップです。あ、ホップ。はい。
大好きなものって言ったから松坂、下ネタしか思い浮かばなかったね。松坂牛かと思った個性発揮しやすいよ。松坂牛がなってたら面白いなんだ。まあチャンネル的には若干そういう流れもありのチャンネル。いや真面目なチャンネルです。そうですね、至って真面目な、至って真面目下ネタは絶対カット。あ、そうですか。あ、それ嘘です。それ嘘です。あとね、今日まだ残ってるかな。あ、これ残ってますね。これはね、ここはです。ここは。もうね、今めっちゃ食べ頃。